荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ん？ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青二歳が。青二歳ね。覚えていますか、10年前私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので。そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
ここが春日君たちのアジト？ああ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。うん、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば。どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだいそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。うん、そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には一人でも多くの味方が必要になります。
一人でも多くの味方って。これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは。おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと。まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。ようやく来たかい。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。景気いいじゃねえか。あれ、誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい。あの子たちは一人残らずやめたよ。閉めるんだよこの店は。え？ああ、異人町再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める。じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだい。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって。前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだ。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。青木亮が今日異人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。若が異人町に来てる。挨拶に行くか。ああ、いろいろと聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろ。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。
なんで最後まで張り切ってんだよ。悪い、ハマコさん、ゴミ出しは別の日でもいいかい？え？どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。おう、悪いな。式場の場所、わかるか？偉人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。小笠原君、君と初めて出会った日のことを今でも昨日のように思い出します。間に合った。ちょっと通してくれ。俺たちは3列じゃない。何、あなたたちもブリーチジャパンなの？いや違う、でも小笠原は知らねえ仲じゃねえんだよ。無理無理、今日の参列者は親族とブリーチジャパンのみだよ。先行の一本くらいいいだろう。俺たちマスコミだって入れないんだ。おとなしくモニターで見るしかないよ。本日の式場をここ偉人町に設けたのは小笠原君が最も力を入れていた町だからです。誰よりも君がこの町の再生を見たかったはずだ。半年前、横浜に家族で移り住み、不退転の覚悟で町を変えようとしていた君の思いは私が誰よりも知っている。町を慈しみ、町を愛し、町に根付くことで初めて町の一員となれる。だから自分は偉人町の住人になると言った君の言葉に私は強く感動した。学生時代の学友として、同じ志を持った仲間として、そして君の親友として、本当に本当に無念だ。だが君が最も可愛がっていた後輩の久米君が君の夢を引き継ぎたいと名乗り出てくれた。君が命を懸けて作った道を必死に歩こうとしている人間がいる。こんなに嬉しいことはないじゃないか。だから私もその背中を押してあげようと思う。次の選挙、私は久米君をこの選挙区で男にする。これは民事党幹事長としての決意ではない。小笠原君、君の親友としての決意だ。私はこの偉人君の夢を必ず実現させる。それが叶う日まであと少し、天国で見守っていてください。都知事、一番辛いのは青木さんだってのに。いい調子だったな。これで本当に小笠原殺しを青木が指示していたとしたら、とんだ名演技よね。あの野郎、久米を立候補させる気だ。何考えてやがんだ。おい、出てきたぞ。青木さん、久米氏に関しては正式な出馬表明と捉えていいんでしょうか？次の選挙、民事党の目標議席は？一言お願いします、青木さん。一言お願いします、どうか一言。総選挙への意気込みは？ちょっと押さないで、道を開けてください。はい、通して。
通してください。おい青木都知事、ダメだ、近づけねえ。先回りしよう。先回り？都知事が電車で来るはずね。どっかに車止めてんだろ。そりゃそうだが、偉人町なんて駐車場だらけだぞ。全部見て回る気か？ねえ、前に週刊誌で読んだんだけど、マスコミに追われてる有名人って地下パーキングを使うんだって。追っ手を巻きやすいの。本当かよ？この近くに地下中は？でっかいのがあるわよ。川沿いに入り口があるわ。よし、行ってみようぜ。わかった。こっちはすぐに発信できるようにしておく。エンジンをかけろ。間もなく都知事が戻られるぞ。ビンゴね。ナイスだぜ、サッチャン。行くぞ。おい、なんだお前ら。お前らここで何してる？通してくれよ。都知事と話がしてダメだ、下がれ。限界態勢、不審者だ。知事、こちらへ。おい、俺たちは不審者じゃねえ。勝手に決めつけんなよ。だったら何者だ。お前らマスコミじゃないだろ。都知事のファンだよ。握手するだけだってね。ダメだ。どうしても？ダメだ。ちょっとだけだから。あかん言うたらあかんのや。あかんか。あんたら関西の人ってか。せやったらなんや。つまり近江だな。否定しねえのか。都知事の警備が近江連合のヤクザだ。驚きだね。アホ抜かせ。わしらは警備会社の民間人。関西弁やからって全員が近江連合なわけないやろ。勝手に決めつけんなや。ほう、よく言うぜ。俺たちのことは不審者だって決めつけたくせによ。お前はどう見たって。まあまあまあ、ここは一つ落ち着けよ。なあお前ら、おとなしくそこをどけ。さもないと。動くな。おいおい、随分物騒なもん出すな。火借りてえだけなんだが。どっっていうか、民間の警備会社がそんなもんなんで持ってんだ。くそ、はめやがったな。まあええわ、バレてもうたならこのまま弾くだけ。安全装置外れてねえぞ。あ、っ嘘だよ、ど素人め。舐めやがってクソが。いたまえ、こいつら血祭りや。 Welcome back to Yakuza Like a Dragon. This is chapter 11 of them. 私Dude was crying and shit at the funeral. He put on his show and it looked good. There's certain NPCs in here that always have the funny face that you know you're gonna get ready to get into a fight with them. The guy, all the way to the right, looks hilarious. By the way, I'm level 54. I got my bond maxed out with every character. We have up to chapter 15. We going for that platinum. Let's get it. What we doing?I got all the guys in the lineup right now. He don't have no move. Oh, I don't have no MP. All right, sister, who was the one playing with the guns? Was it you? Did you want to play with guns? Shocked his ass. All right, so for you, let's use 70 MP on this. Set his ass on fire.All right, enemy area, seismic wave. I ain't seen this one yet.
takes a hold. I didn't read the description. He bleeding out the mouth and shit. Let's take you out regular. Oh, I hate when that happens. Bow! Yo, that move, oh, it do all of that? I gotta keep that in mind. I'm a little congested from the cat. So y'all gonna have to excuse me. Stimulus. He's done. We got one more. Alright, we're gonna put on auto. We'll put on auto for the rest. Follow up. I'm too my level too high. We going up at least 10 levels a chapter. When we hit chapter 15, we gonna max out. But then for the platinum, I gotta max out 7 jobs, and I haven't maxed out 1 job yet. I am ranked 24 as a foreman though.何してるんだお前たち。これは知事。お前たちは暴漢と市民の区別もつかないのか。けしからんぞ。いえ、はい、申し訳ございません。お怪我はありませんか。私の警備がとんだ勘違いをしてしまったようで、バックミラー越しに事態が見えたもので慌てて戻ってまいりました。さあ、今夜乙姫ランドに一人で来い。俺も一人で行く。お怪我がなくて本当に良かった。この度は本当に申し訳ございませんでした。警備の者たちはしっかりと教育をしておきますので、何卒ご容赦ください。では次の予定がありますので、ここで失礼いたします。こんなところで生まれたんだな、お前は。お久しぶりです、若。会いたかったんだろう、俺に。お前の聞きたいことなら分かってるさ。どうして俺が名前まで変えて政治家になったのか。どうして俺が東条会の壊滅に加担したのか。
あとこの体も気になるか？昔は車椅子だったもんな。全部答えてくれるんですか？ああ。病気はアメリカで治した。肺の移植手術を受けてな。知ってるか？向こうじゃ移植の順番が金で買えるんだ。だがどんなに金があってもヤクザの息子じゃそれさえ難しいんだ。そのために名前変えたんですか？手術のためだけじゃねえ。荒川真澄の息子として生まれたこと、病気のせいで青春時代を人並みに謳歌できなかったこと、そういう人生そのものを書き換えるために名前を変える必要があったんだよ。でもその結果、今じゃ都知事と幹事長を兼任する政治家になれた。どうした？おめでとうございますの一言も言ってくれないのか？素直に言えないんですよね。政治家になるってのはそんなに嬉しいもんなんですか？政治ってのはいいもんさ。ヤクザみたいに暴力で支配するわけじゃない。法律に準じて人々の暮らしを良くする。おかげで多くの人間から感謝されてるよ。小笠原を殺しましたよね。うん？ああ、リスクマネージメントさ。どういう意味ですか？だってあいつはお前に拉致られてブリーチジャパンや俺の内情をベラベラと喋ったんだろ。あいつはそういう男さ。やつは一言も喋ってませんなんて言ってたけど、目を見りゃわかるよ。だから処分した。本当かどうか確認もしねえで、なんでそんなに簡単に殺せるんですか？じゃあ聞くが、あいつは本当に何も喋らなかったのか？どうだ？そりゃ、ほら見ろ。リスクマネージメントというのはそういう危険を事前に。でも一緒にブリーチジャパンを立ち上げた仲間なんでしょう。それをためらわずに切れるかどうかがトップに求められる決断力さ。親父だってそうだっただろう。ガキの頃から面倒見てたお前にあっさりと身代わり出頭を突きつけた。親さんは俺を切ったわけじゃありません。あの時荒川組を守るためには俺が出頭するしかなかったんです。荒川組を守る？沢城の頭が殺した鈴森って男は東条会の直系組員でした。もしも頭がパクられることになったら、三次団体で隠したのを荒川組はけじめをつけさせられますから。お前が身代わりになんなくたって沢城はパクられなかったさ。そら誰にもわからないっすよ。いやわかる。なぜなら沢城は鈴森を殺してないんだから。え？そういえばお前と最後に会ったのもあの晩だったな。覚えてるか？大晦日に行ったカムロ町のクラブ。へえ、若の彼女さんの誕生日で。あの夜は散々だったな。若、いつからそこに？あの、若？おう、用足しは済んだのか。俺は帰るから、それで払っとけ。余ったらケツ拭く時にでも使え。大丈夫ですか？
せ。さあな、行こうぜ。どうせ酔っ払いだ。具合でも悪いのか。見るんじゃねえ、見るんじゃねえよ。起きろや。こんなところで寝てんじゃねえよ、酔っ払いが。なんだてめえ。ここはうちの組のビルだ。とっとと出て行け。ヤクザか。社会のゴミが。なんだとてめえ。わざわんじゃねえ。カムロ町でヤクザをちょくるなんて、いい度胸してんじゃねえ。どっから来たおのぼりさんか知らねえが、カムロ町の怖さをたっぷり教えてやるよ。素人がモデルガン出して生きがってんじゃねえよ。どこで買ったんだ。え、田舎のおもちゃ屋か。あ、おもちゃだと思ってんのか。本物なら撃ってみろよ。ほら、どうした。ほら、さっさと引き金引いてみろってんだよ。撃てねえよな。見せかけの偽物じゃな。二度とでけえ面すんじゃねえぞ、半端もんのくせ。てめえ、いい加減に。鈴森。ああ、俺は沢城に起きたことをそのまま伝えて家に帰った。誰にも目撃されなかったのはラッキーだったよ。じゃあ俺は若の代わりに出頭したってことですか。そうさ、親父は大切な一人息子を守るためにお前をお上に売ったんだよ。しかし親父もそのままをお前に告げるわけにいかなかったんだろう。だから沢城の身代わりって筋書きを作ってお前に頼み込んだんだ。まんまとあいつの口車に乗せられたお前は喜んで出頭したってわけさ。
それでもまだお前はあのクソ親父を信じられるのか？絶望すんのもよくわかるぜ。懲役18年ってだけでもひどい話だが、ひどいのはその後だよな。勤めを終えて出てきたお前を、あいつはバーンだろ。ひでえ話だよな。頼んだぞ、イチ。なんとか言えよ、イチ。それでも俺は荒川のおやっさんを信じてます。じゃあ俺からも一つ聞かせてくれ、イチ。お前なんで生きてんだ？なんで偉人町にいる？理由なんて。でも俺はどん底の一番です。どっからでも這い上がってくんのが俺ですから。そうか、まあいい。しかし何年経ってもお前の間抜け面は変わらないな。怒りを通り越して懐かしささえ覚えるよ。嬉しいぜ。そいつは光栄です。俺はてっきり今夜はめられるんじゃないかと思ってたんすけどね。でも若は約束通り一人で来てくれた。俺も嬉しいです。殺されると思ったか？お前を殺すことなど議会の答弁に比べれば朝飯前だよ。だが生かしてやる。昔のよしみでな。その代わり条件がある。二度と俺と俺の親父に近づくな。いいな。じゃあ俺からも若に条件を出させてもらいます。偉人町から撤退して久米の出馬も取り消してください。何？生意気なこと言うようですけど、久米は国会議員の器じゃないっすよ。民事党内でも同じ見解だ。現に後ろ盾がなければあんな世間知らずの若造は落選するに決まってる。だったらなんで久米なんかを出馬させるんですか？俺の価値を知らしめさせるためさ。え？想像してみろ。久米がトップ当選を果たしたら、その時民事党のやつらはどう思う？青木亮の推薦は何の実力もない若者をトップ当選させるだけの力があるのだと理解するだろう。そして青木亮というネームバリューは荻窪にとって変わる価値があると思い知るはずだ。久米は若の引き立て役ってわけですか？選挙とはまさに駆け引きのゲームなんだよ。だったら偉人町再生シェルターもそのゲームの一部に過ぎないってことですか？あのシェルターか？あれはなかなか役に立つ優れものさ。なんたって不法滞在者を一網打尽で捕まえられるんだからな。捕まえる？ビザの取得をサポートしたりするんじゃん。まさか今更彼女らにビザが降りるわけがないだろう。シェルターから入管まではバスで行き、その後はそのまま強制送還だ。そんな、それじゃ彼女たちを騙したのか？犯罪者を一掃して偉人町を再生するシェルター、名前に偽りはないね。じゃあ若は俺の条件を飲めないですね。飲めないね。なら
今夜の交渉は決裂ってことですね。勘違いしてるようだが、今夜は交渉ではない。さっきも言ったろ、お前を生かしておいてやるのは俺からの情けだ。それを無下にするなら好きにするがいい。どういうことっすか。若は一人で来るって聞いてましたが。若の最後の情けを無駄にしやがって。愚か者が。ちょっと多すぎやしませんか。こっちは約束通り一人なんですよ。こっちだ一番。おい、えい、この馬鹿。お前らなんでここに。おら、どけどけ。逃げるわよ。ほら見ろ、やっぱり罠だったじゃねえか。中の連中、ナイアゴロを取りこぼしたようやな。わしら控えの出番や。ええとこ見せて沢城の頭にアピールすんで。すっきり。おう、文字を叩き直す。おら、Cold-blooded shit! Dude out there smoking a cigarette like he really that guy. Whoop his ass. Who got the most health? You? Get you up out of here. Oh, he's stunned. Alright, let me take out his other little boys over here. I want to do the seismic shockwave again. Dude over here, he got the gun in his hand. Alright, should be nothing. Should be no problem. Get him up out. Watch out, brother. Do you move? What are you doing? Walking all slow. Alright, somebody follow up. One more hit on him, he done. Alright, now let's go ahead and get the dude over here. The biggest trash talker out of all of them. This will probably wake him up though. Or take him out of the stun state. Maybe not. I hit him with the fun. Yeah, what is he weak? Was it fire? What else was he weak to? Fix it. 逃げるなら今のうちだ。邪魔だよ。何が。俺が。やめておき。もう hurry up。はい、よけたんと。なめんなよ。Might have to call one of the homies in to finish the job。準備で。よし、行くぞ。
誰を呼ぶ。 What should we call it? やるぞ。もっと本気でやってよ。こいつに決めた。デリバリーよろしく。This should take him out though, right? The super kitty punch on that bitch. ずいぶん大げさなんじゃないですか、頭。まあな。だがお前は撃たれても生きてた男だろ。念には念を入れたまでだ。こいつが大光に撃たれても死なへんかったってやつですか。どんだけごっついやつかと思ったけど案外普通でんな。侮るな。確実に息の根を止めろ。せやったら頭と手足を切り落とすっちゅうのはどうでしょう。それならさすがに生きてられへんでしょ。やり方は任せる。マグロならぬ人間解体ショーをお見せしますで。終わったらあいつの首箱詰めして明日の朝には届けますわ。守備よくやれ。頭は帰るんですか。お前らの汚い血でスーツを汚したくないからな。汚れ仕事は全部部下任せですか。あんた荒川のおやっさんの下で一体何を学んできたんですか。おやっさんおやっさんうるせえな。その言い草には昔から虫唾が走ってたんだ。まあまあ言わせたってやりましょう。どうせあいつが物言えるのもあと数分の話やし。おしゃべりは十分だ。さっさとやれ。ほな解体ショーの始まり始まり。Goddamn Dollar Store Majima, if you don't get your ass out of here, he has a greatA voice though, that guy, whoever that is. Whoever you are out there! Damn, bro. One attack? Oh yeah, I got those electric gloves on. I forgot I had those. Throwing basic attacks for right now. Let's see, we're pretty low. Oh. Damn it, I didn't see you. Pretty low on MP over here. Get him out. Who's this trash? I can't even hit me. How you this ass at your job? Three down, three to go. Ore no ban.We got a crit on him. Follow up. What the hell is that? Oh shit. Here they go with that. Calling another dude. Alright, let's get you out. Bro! That's eight. Falling in back up.
I'm not gonna lie to y'all, I might have to do the same thing, man. Call him one of the pound mates, bruh. Come on, party up. Let's get it. I ain't never seen this one yet. I just unlocked this. The Beast Brothers. All enemies. Let's go ahead and do this. That's that new shit he got when he pulled back up on us and came back to the party. All right, let's get the little guy. All right, now let's focus on dude right here. All right, we're gonna auto fight him for the rest. You only took 2 HP with that weak ass move, bitch. Man, how you miss every shot? It's all me. I need to eat some food on here. I ain't had no MP in like 40 minutes, and I don't feel like wasting no items. Somebody follow up. One more hit, he's done. You're done. All right, we'll probably have to fight him. Yeah, here you come. He look like he really do this shit. What should we do? What should we go with? Let's lower his defense. Boy, them thunder attacks hit. Alright, we got 2 more. Let's get the little guys out before they call the homies in. Gas attack. Alright. Let's focus on your boy right here now. What should we do with you? Call one of the homies in, man. This is the funny ass one. We calling in Drake. Here he come. Stealing your bitch. Here come Drake coming in there stealing your bitch. I only took 400 HP, Drake. There, you sold me out, my brother. A time like this, I kind of wish I had one of the ladies in there. I could call them in. I'm not going to though. To roll the dice. Then you go put equipment on your allies to get better buffs from the dice roll, which I'm going to be cheesing with that as soon as I get there, as soon as possible. This dude is a tank, bro. Yeah.
I mean... また本気でやってん。おい、来た。Go ahead and give him a push and shove. See if we can stun him. Nope. I'm just trying to get a stun. I gotta write down a note.Hold on. All right. Man, stun this dude. Hurry up and hit him. Hurry up. Break it up.Fresh ass bitch. Done. You're done now. 36k XP, 21,000 job experience. Because my bond level is 5, everybody gets the same amount of XP even if they're not in the fight. So make sure if y'all plan this, if y'all plan on playing this in the future, which a lot of y'all should, man, y'all got this on Game Pass now if you're on Xbox, so you can probably test it out. But get your bond levels up. Do the business management mini game to, make a whole bunch of money. I got like 30 million. I got 20 million in the bank. And then I just kept, I bought a bunch of roses and bonsai and lilies. And I just kept giving it to them and it filled up the meter real quick. You know what I'm saying? 成長を感じます。俺の首を箱詰めにして頭に届けるとか言ってたよな。頭も驚くだろうが、箱の中におめえの首を見たらな。めっちゃ気持ち悪いやつだったわね。大海にはこんなのがワンサがいんのか。日本一の極道組織だ。これよりもヤバい奴らだってゴロゴロいんだろ。そんな連中がどんどん偉人町にやってくるの、勘弁してよ。一番浜子さん、どうしたんだ。今シェルターへ行ってきたんだよ。シェルターへ。あの子たちの忘れ物があったから届けようと思って。そしたらあの子たちどこにもいないんだよ。シェルターの職員も全然取り合ってくれないしさ。一体どうなってんだか。落ち着け浜子さん。一緒に探してくれよ一番。浜子さん、あの子たちはもう日本にはいない。シェルターは彼女たちを強制送還させるためのネズミ捕りだったんだ。そんなあの子たちは自分が生まれた国に頼れる人間なんていないんだ。だから偉人町に身を寄せていたんじゃないか。私はあの子たちの幸せだけが生きがいだったんだ。なのに、なんでこんな結果に。浜子さん、私がシェルターなんか進めなけりゃ、もっと早く気づいていりゃ。浜子さんはただあの子たちを思って行動しただけだ。悪いのは浜子さんじゃない。そうよ、自分を責めないで。
浜子さんは最後まで誠実だったわよ。ごめん、ごめんよ。畜生。浜子さん、ひとまず休ませたわ。ありがとう、さっちゃん。どんどん偉人帳がぶっ壊れていくな。韓純喜が言ってたの覚えてるか。俺たちも行く当てがあるなら出て行った方がいいって。本当に考える時かもしれねえぞ。逃げんのか。だってよ、もう取り返しがつかねえとこまで来ちまってんじゃねえのか。取り返しがつかねえか。ちなみにナンバーはどっか行く当てがあんのか。いや、すぐには思い浮かばないけどよ。足立さんは。親もとっくに亡くなってるし、今さら行く当てって言われてもな。最後はとてもじゃないけど、妹とお父さんを置いて出ていけないわ。じゃあ決まりじゃねえか。決まり？何が？みんなここから出ていけるような状況じゃねえ。そりゃ俺たちもコミジルもリューマンもみんな同じだ。だったら抗うしかねえだろ。取り返しがつかねえってんならなおさら取り返してやろうじゃねえか。でも勝算があんのか。そんなもん必要ねえ。昔荒川のおやっさんに言われたよ。賞賛があって殴りに行くのはただの弱い者いじめだってな。でも賞賛もなしに殴りに行くってのはただの無鉄砲ってもんだろ。ちげえよ。賞賛なんて考えらんねえ強いもんに立ち向かう、それが本当の喧嘩だ。俺らの敵は民事党に近江連合、日本の表と裏のてっぺんだ。上等じゃねえか。思いっきり喧嘩してやろうぜ。日本の表と裏の頂点に喧嘩かな。さすがに足立さんもビビっちまってんの。バカ言え、相手に不足はねえ。やってやろうじゃねえか。ただその表の頂点ってのに警視庁も加えてくれねえか。そうだった、もちろん分かってるって。よっしゃ。呆れるくらいどうしようもない人たちよね。まったくだ。でも好きなんでしょ。うん、そんな自分にも呆れちまうよ。ナンバー、サッチャン、俺らと一緒に。はいはい、もう結論出てるから。さすがは俺たちの仲間だ。でもナンバーはどうなんだ。お前は弟さんの無事が確保されたことだし、結婚の話だって本当にいいのか。俺がそんなに薄情に見えるか。こうなりゃ地獄の果てまで一緒に戦って弟の結婚式のスピーチのネタにしてやるぜ。決まりだな。どいつもこいつも今に見てろよ。That's the end of the chapter? Okay.So we're going to stop here. I'm going to start chapter 12, but there's going to be side quests and stuff. So I'll at least get to the opening cutscene. I'm going to holler at y'all in just a second, man. We closing in on, you know, close to the last few chapters of the game. I'm excited to beat this so we can get ready for body meeting on the 25th. So I got to finish this in Resident Evil. Holler at y'all in a second. Peace.